がんの増殖や転移の原因物質を特定、同志社大学。本日までに同志社大学の枠剛助教授と片山博之さんが、がんの増殖や転移を促すタンパク質を特定したことが明らかになりました。このタンパク質は NRF3 と呼ばれているタンパク質であり、このタンパク質を10倍に増やしたところ、がんの大きさが4倍になったことが確認されました。この NRF3 は、がんの抑制遺伝子が作るタンパク質を分解する酵素を活性化させていたことが確認されておりますので、この NRF3 や酵素に有効な薬を開発できれば、新たな抗がん剤を開発できる可能性がございます。ぜひとも同志社大学には国内の製薬メーカーと協力をしていただき、抗がん剤の開発を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。